ご注意。この動画は、日々起きるニュースについて、日本第一党、桜井誠さんが、お話ししている動画です。桜井誠さんが考えていること、思っていることに、共感できる点が、きっとあるはずです。時に、大音声になることがございますが、それでも、大丈夫だよ。という方は、最後まで、ゆっくりしていってね。桜井誠ニュース。一つ目、文通費見直し法案。臨時国会の成立は絶望的。維新、国民と自民の埋められない壁。二つ目、韓国テレビ局。日本人は K カルチャーに夢中。ヤンニョムチキンやキムパプを食べながら K-POP や韓国ドラマを見てる。韓国語はできなくても自分の名前をハングルで書いたりしてる。交通費見直し法案、臨時国会の成立は絶望的。維新、国民と自民の埋められない壁ということで、文書交通費のことですね。この文書交通費って何か、今回問題になったのは、このね、文書交通費、10月1日付なんですね。で、要は1日だけのね、1日だけ、国会議員をやってる人間に100万円の、交通費を支給する。そんなんダメでしょという。だからこれ、もともとね、お小遣い、国会議員のお小遣いとか言われてるわけなんですよね。で、それをじゃあ根本的になくそうというわけではないんです、これ。ですから、これ、日割りにしようよというのが、このですね、文書交通費の改正法案なんですけれども、これね、いろいろね、言う人がいるんですけれども、根本的にね、間違ってるのは、領収書がいらないんです、これ。ですから、どこで 何に使ったかがわからないお金が、100万円ね、税金から支出されるんです。これだから、官房機密費と同じですね。官房機密費も、国家ですから、当然ね、内緒にしなきゃいけないようなお金の支出もあるわけですね。で、大半のそのお金を、官房長官がですね、持ってっちゃうというですね。で、それと、それをね、要はね、これ、官房機密費だけでそういうことをやると、必ずね、突き上げが来るわけですね。だから、野党がね、こう力が強いときは、政府のやっているこの官房機密費ってなんだよと、これ、もともと税金じゃないかと言って声が上がるわけですね。この声を抑えるために、同じシステムの、文書交通費っていうものを国会議員に認めてるんです。だから官房機密費とこれ名前は違うけれどもやってることは同じですよ。領収書いらないですもん。で、領収書いらないから全部自分でがめていいんですよ。100万円、月々100万円のこれ給料じゃないですよ。月々100万円の文書交通費が国会から支給されて、税金から支給されて、それを全額ですね、全額あんたがめてしまうというですね。で、要は年間1200万円のとんでもない金が毎年毎年ね、国会議員にばらまかれてるんです。で、これについて、今回維新が問題にしたのは、日割りにしろと。ですから、10月1日の、衆議院選挙でね、10月1日に1日だけね、あんた、国会議員になっていた人間に、満額支給っておかしいだろという話だったわけですよね。で、根本的に意味が違うんですよ。だからよくね、これね、維新、いや、よく維新がやってくれたにだと叫ぶバカがいるけれども、なくそうと言ってるわけじゃないんですよ、これ。なくそうじゃなくて、
彼らが言ってるのは、日割りにしろと言ってるだけなんですよ、これ。いやね、これね、どうしてもなくすのがね、どうしてもなくすのが難しいというんであるならば、領収書を取ること、ただしこの領収書をね、非公開にすればいいんです。会計監査院のところに、まあ、その領収部かなんか設けてですね、で、そこに自分が使ったね、その交通費、そのものを、領収書として添付して出せばいいんですよ。で、それは非公開にするけれども、まあ、例えば10年後とか20年後に明らかにすると。で、その時に、これおかしいんじゃないかってなった時に、本人に問題、問うことができるという形にすればいいんですよ。まあ、一番いいのはですね、なくしてしまうのが一番いいんですけれども、多分全国会議員が反対しますからね。今回の件でよく分かったのは、文書交通費について廃止しろなんてね、堂々と言っているのは、日本第一党だけですからね。いや、今日のね、最初にも言った通り、我々ね、我々、利権が全くないんですね。利権がないどころか、利権が逃げていくわけですよ。って言ってね、追っかけ回してるんですけれどもね、利権がパタパタパタってね、羽生えて逃げていくわけですね。悲惨なんですね。なんでか知らないけど、なんでか知らないけど、みんな逃げていくわけですね。で、寄ってくるのはもうなんかね、こう、変なね、三角頭巾つけてですね、ここにビッて書いてるわけですね。んで、なのねんとかね、叫んでるようなね、なんかこう、ぽっちゃりしたね、なんか神様がね、くっついてくるというですね。いや、もうね、本当にこうね、なんとかしてよというですね。まあそういうところなんですけれどもね。まあ世の中ね、確かにお金も必要です。お金がいらないって言ってるわけじゃないんですよ。ただね、国会議員という存在はね、あんた公のものでしょうに、国民の負託を受けてやってるわけですよね。だから前も言ったけれども、衆議院選挙の時にも言ったけれども、一人もね、一人といえども、今国民が困窮してるんだから、国会議員がね、率先して、例えばこのね、文書交通費100万円、年間1200万円、そしてボーナス。なんでボーナスが出るのかわかりませんけれども、前期後期合わせて600万円。つまり1800万円の余分なね、まあ余分というかですね、不要なお金が税金から支出されてる。じゃあそれを2年間と限っていいから、これをね、国庫にね、返納して、で、このお金をね、その困窮している国民のために使おうよ。なんてことをですね、提言するような人間が一人もいないんですよ。だから君たちがどんなにね、まあ、この中にもいるはずなんですけれども、自民共振者だのですね、あるいはその共産党は素晴らしいとか言ってる人間もいるかもしれないけれども、その素晴らしい先生たちが誰一人こんなこと言わないんですよ。終わってるんですね。日本という国はもう終わってるんです。確かにね、国会議員の寄付行為、寄付っていうのは禁止されてるんです。ただね、国会議員全体で話し合うことはいくらでもできるんですよね。いくらでも話し合うことができるのに、誰もそれを提言しない。口先では綺麗事言うんですよ。口先だけでは綺麗事言うけれども、実際にはね、国会でこんな話絶対しないんですよ。それはそうですがね。自分たちの取り分が減るからですよ。自分たちの取り分が減る。減ったって構わないだろうって言ってるのは日本第一党しかないんですよね。だから嫌われるんですがね。
ね、本当にこう、ね、終わった国がね、こう本当に悲惨だなっていうことがよくわかりますね。はい、それでは次のですね、ニュースに行きたいと思います。続いてのニュースです。韓国テレビ局からです。お朝鮮人ですね。日本人は K カルチャーに夢中。ヤムニョムチキンやキンパブを食べながら K-POP や韓国ドラマを見ている。韓国語はできなくても自分の名前をハングルで書いたりしている。お朝鮮人の妄想です。もうこいつら一体どんだけ日本が好きなんだよと。片っぽでは日本大嫌いというのがですね、何度も何度も報道されるわけですね。そして都合が良くなると途端に今度は日本は韓国に憧れてるにだーになるわけですね。だいたいヤンニョムチキンって言って知ってる人いるの？この中で。キンパブって知ってる人いるの？まあヤンニョムチキンってね、だいたい名前見りゃチキンだってのが分かると思いますけれども、鶏ですよね。で、キンパブっていうのは海苔巻きですね。韓国の海苔巻きのことなんですけれどもね。そんなものを食べてるバカなんてせいぜい新大久保にいる人間ぐらいですよね。いやね、まずね、食品について、ああだこうだっていう前に、まず衛生概念が必要な国なんですね。いや、決してバカにしてるわけじゃないんですよ。決してバカにしてるわけじゃなくて、まず衛生概念から何とかしなさいというですね。そういう国なんです。はい。まあね、このね、韓国人の妄想ですね。なんて言うんでしょうかね。日本の若者たちがとかいうですね。そういう話なんですけれどもね。日本のね、若者、確かにいろんな国の文化をね、こう取り入れるね、そういう気質があるんですけれども、韓国も所詮はその中の一つに過ぎない。ですから、韓国文化にこう夢中になってるにだいないですがね。一時期ちょっとだけね、韓国コスメって流行ったでしょ。なんかカタツムリをね、顔にはべらせたり、ゴキブリパックとかやったりですね。もう汚いったらありゃしないんですけれどもね。ちなみにね、カタツムリパックっていうのは寄生虫があるんでね。あんた逆にね、肌痛めますよ。そう、でんでん虫。でんでん虫ってね、まああれ、ナメクジと同じなんですけれども、必ず寄生虫がついてるんですよ。で、その寄生虫を顔中に塗ってるようなもんですからね。で、その BTS、原爆少年団ですけどね、原爆少年団は、なんか原爆少年団のコーヒーだかなんだかが売れ残ってですね、で、本来、一つ、なんぼだっけ、一つ500円するやつがドン・キホーテで、30円で、投げ売りやってたとかいうのもありましたけれどもね。昔塗っちゃった、塗った人はね、後悔してくださいな。カタツ、まあ、ゴキブリに至ってはね、もう言うまでもないんですけど、カタツムリっていうのは、あれ、もうとにかく寄生虫だらけなんですね。だから子供の時にね、よくね、カタツムリ触ったらもうすぐに手洗いなさいとかね、まあ、昔は平気で触れてたんですけどもね。まあ、ということでございます。で、ちょっとね、今日はですね、明日の件でね、皆さんにお知らせしなきゃいけないことがございまして、明日はですね、朝の放送、中止です。朝の放送じゃなくて夜ですね、夜に放送いたしますので、一つね、よろしくお願いいたします。で、今日の夜の放送は、19時から、夜の7時からスタートいたします。まあ、ちょっとね、夜、今日は役員会があるんでね、決め事が多いんですよ。もうね、
本当に時間までに終わるのかというね、そんな感じですのでね、まあ、今日はもうパッパパッパやっていかなきゃいけないということで、19時スタートで、やっていきますので、で明日はですね朝の放送はお休みで、で夜の放送で一応ね対応しようかというところです。いや本当にね大変なんですよ皆さんね。もう誰か何とかしてくれという感じですけれどもね、まあ、だからこれからね年末に向けましてね、まあ、ちょっと忙しいのもありましてね、休んだりということがちょこ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 出てくると思います。まあそれもね仕方がないものですからね、ぜひ皆さんね、その辺りちょっとねこう事情をねこちらの事情ですけれども勘案されて、まあ、しょうがねえなというですね、そういう形でございます。